北海道行ったの？北海道到着。北海道めちゃめちゃいいな。今のところ特に北海道感はないね。そうだね。なんかお寿司みたいな。海鮮食べたいよな、北海道は。ずっと食べたかった。この間も言ってたもん ね。私じゃあホタルも買うか。そうだね。うん、OK。OK。おー、うまい。ドンピシャ。じゃあ、乾杯。あれ、初アルコールじゃない？パリちゃん、お酒飲むの初めてだね。うん。外食の時は。調べてみようかな。八角。え？すごいんだけど、八角。顔。なかなか衝撃的な。怖い。見せ方が良かったな、これ。これ食べるとか、何ケルベロスみたいな。ワニじゃん。ワニ。うまいワニ。見ない方が良かったんじゃない？美味しそう。でもこれ美味しそうだ。まあ、確かに焼いたら美味しそう。うん、お、来た。はい。とちゃく。やば。やば。美味しそう。すごい。ありがとうございます。ちょうどいいね。食べたい。八角の一箇所で。まさかの。あら。ごめんなさい。全然。いただきまーす。いただきまーす。これじゃあ半分こする。そうだね。あ、でもちょうど真ん中で分けれそうだね。いいじゃん、いいじゃん。どうですか、八角のお味は。うん、うん、見た目と全然違うだな。うん、へー、うまみがすごい。おいしい。うん、あ、そう、うま。あ、いいな、シャリの大きさもいいな。うん、寿司はいいぜ。ちょっとろ。うん。うまうまだ。うまうまだね。真っ黄色だよね、海。うん。そのまんま。真っ黄色だよね、海。この顔。うん。あ。最高。うん、これだけで来てよかったと思える、うん、なんかまっさらなベッド見ると飛び込みたくなるんだよね。少年だ。まあもうそろそろ寝ますか。朝は良かったし。ちょっと飛び込んでくるわ。うりゃ。え、硬かったんじゃない。いや、意外と大丈夫。なんか、お、大丈夫。なんて書いてある。ベッドの上に向かい合って座り、相手の手のひらに今一番伝えたい気持ちを指で書いて当ててもらってください。あー、なるほど。待って、これはいいですね。もう決めた？うん。え、ちょっと調べていいか。 OK。 漢字？な、漢字っていうか文字。え、意外とわからないわ。こうした。あ、あー、もうなんか多くない？じゃあまずヒント、パルちゃんの得意分野。あ、サランね。うん。あー、韓国語。徐々にだけど、うん、なんか愛しさみたいなのが、うん、あー、愛しいって言われもあるとは、こう、まあ、残り少なくなってきたっていうのもありつつ、うんうん、いい関係に慣れてるのかなって勝手に思ってて、なんかそういったものもなんかめでていきたいというかっていうので、まあもう頑張ってハングルで書いてくれたということで。いや、すごいね。やっぱ見るとやっぱ早いね。うん、で、わかるんだ。いきます、はい。